って複雑すぎない？10回以上も検査を受けて、スーツケースを何度もひっくり返されて、あいつらあんたの性格を取り出そうとするんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃった。ある意味ファミリーって本当に寛容なのかも。でも苦労が無駄にならなくてよかった。このホテルのロビーってすっごくゴージャスだね。あのずらっと並んでるのって全部客室？何人くらい泊まれるんだろう。うちらの部屋はどれかな。ほら、幼児ちゃんたちはフロントに並んでるはずだから、うちらも早く行こう。ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックインが必要な方はフロントまで進んでくださいね。僕はミーシャ、ピノコニーのスタッフです。よろしくお願いします。荷物をお部屋に。あんた早くこっち来て。なんか変な感じがする。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたら、いつでも気軽に声をかけてくださいね。そう、お連れ様が待ってますよ。ねえ、どうしてフロントにこんなに人が集まってるんだろう。列車から降りたばっかなのに、またトラブルとかじゃないよね。申し訳ありません。システム上にはお客様のおっしゃるお名前がなく。でも請求列車が受け取った招待状にはもう私たちの部屋を予約したと書いてあったわ。もう一度確認してもらえないかしら。かしこまりました。もう一度お調べいたしますので少々お待ちください。請求列車、プラチナルームを合計4室、それぞれベルトイオー様、姫子様、三月七日様、それから炭鉱様、やはりこの4名様の予約情報しかございません。炭鉱、そういうことか。道理で登録情報に彼女の名前がないわけだ。ファミリーに返信した時、彼女はまだ列車に乗っていなかった。こういうのはどうだ。俺たちと旅をしている炭鉱は急遽予定が入って宿泊できなくなった。だから炭鉱が予約していた部屋をこの子に譲ってもらえないか。これなら人数も変わらないだろう。この子は私たち請求列車の新しい乗客なの。彼女の身元は保証するわ。それは急に申されましてもちょっと。いえ、あなたの身元を疑っているわけではありません。ただ調和セレモニーを目前に控えた今、ピノコニーは今琥珀期で最も重要な瞬間を迎えている。さらにファミリーの招待を受けた銀河中のゲストたちがこの場所でひしめき合っている。ホテルの警備は厳戒態勢で少しのミスも許されない。いきなりあれこれ言われてもこちらのお嬢さんに決定権があるわけでもない。請求列車の諸君、あまり彼女を困らせないように。俺たちのチェックインに問題があり迷惑をかけていることは謝ろう。ところで君は。僕はアベンチュリン、カンパニーの戦略投資部所属、ダイヤモンドの下で不良資産の生産を担当してる専門家さ。今回は時計屋の招待を受けてきたんだ。ああ、それと君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。ここは私に任せて。スターピースカンパニーもピノコニーから招待を受けたと聞いてるわ。あなたがその代表者なんでしょ。カンパニーのエリートはやっぱり品があるわね。
それほどすごい人なら私たちのために便宜を図ってくれない？僕の聞き間違いかな。便宜を図る？それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど、もうここで10分以上待ってるんだ。僕にとって十数分がいくらの信用ポイントに値するかわかるかい？きっと天文学的な数字でしょうね。アベンチュリンさん、だからこそ今ここには見逃せない投資があると思わない？カンパニーの影響力は全宇宙に広がっていて、当然その言葉にも重みがある。あなたの肩書きを使って彼女の保証人になってもらいたいの。そうすればあなたは貴重な時間を節約できるだけじゃなく、新しい友達を作ることもできるわよ。それは面白い。それでその友達は僕に何をもたらしてくれるのかな？それはもっと面白い話になるわ。同じ時計屋の招待客同士、まずはピノコニーで荷ほどきを済ませて、それからゆっくりお互いのことを理解していくのはどうかしら？構わないよ。でもナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。僕が手を出せばその節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、僕が自分のために勝ち取ったものになる。わかるかい？うん。でも後半の言葉はすごく気に入ったよ。友達、そう、友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。これからの僕のピノコニーの旅は、君たち開拓にいろいろと世話になることもあるだろう。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごそう。そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃあ保証人の件は？お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの女性をチェックインさせてあげてくれ。僕はファミリーのサンデーさんと約束があるから、後で彼に直接この件の対応をお願いする。君には迷惑をかけないようにするから安心して。ですが。あれ、落ち着いてください。ファミリーとしてストレスを与えた状態でお客様を夢に入らせるわけにはいきません。噂をすればなんとやら、誰かと思ったらピノコニーで最もハンサムな男サンデー、それに宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。ピノコニーで最もハンサムな男ですって、本当に面白いわね。お待たせしました、アベンチュリンさん。こちらへどうぞ。場所を変えてお話ししましょう。請求列車の皆さん、こちらで少し休んでいてね。え？あんたって。ねえ、ちょっとあんた。じゃなくて、あなたはまさか。歌手でイプシロンのスーパースター、傷つく誰かの心を守ることができたならってあなたの作品だよね。あら、こんなに可愛らしいお嬢さんまで私のファンなの？あ、やっぱりあのロビンなんだ。まさかこんなところで本人に会えるなんて。私も皆さんにお会いできて光栄だわ。君もそこにいる彼と同じくピノコニーのファミリーの一員なのか？正直に言うと、私もあなたたちと同じゲストなの。ピノコニーは私の故郷だけれど、大人になってからここを離れて、今回は招待を受けて調和セレモニーで歌うために帰ってきたのよ。あなたの言っているサンデーは私の兄で、ピノコニーの意思決定者の一人、そして今回の調和セレモニーの主催者でもある。だから
あなたたちが困っていると聞いて、私を連れて助けに来たの。でも来るのが少し遅かったみたいね。チェックインで不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。ご心配なく。アレイにはシステムの障害を早急に修正するよう指示しました。またお詫びとして皆さんのお部屋のタイプをアップグレードしましたので、後ほどお部屋にご案内いたしますね。アベンチュリンさんはオーク家との約束があるため先にチェックインされました。彼に代わって請求列車の皆さんにお詫び申し上げるとともに、今後あなたたちと良い関係を築いていけることを願っています。間に入ってくれてありがとう。だが俺たちだけ部屋をアップグレードするのはまずいんじゃないか。同じように招待を受けた派閥の客も少なくないと聞いているが。ご安心ください。ファミリーが責任を持って対応いたします。ピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的な管理者として問題ごとを解決する義務がありますので。貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。これ以上の邪魔はいたしません。ピノコニーでの滞在中、必要がありましたらいつでもファミリーがお手伝いしましょう。夢の中で素敵な時間を過ごしてね。はあ、本当に波乱だらけ。あのサンデーさんが保証してくれたならもうチェックインできるはずだよね。なんて言ったっけ、不幸は重なる。不運は幸運の前触れとも言うわよ。さあ、もうロビーに並んでる人もいなくなったし、アレイさんのところに行きましょう。請求列車の皆様、チェックインが完了いたしました。先ほどはご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。こちらは皆様の無強パスポートです。ホテルのルームキーとなっており、ホテルレバリーで必要な機能や情報が全て集積されておりますので、スマートアシスタントとしてもご利用いただけます。またこのパスポートは一つとして同じものがないので、ピノコニーならではの特別な記念品でもあるんですよ。無強パスポートに備わっているチェックイン機能を利用することで、夢の中での出来事を記録していろいろな楽しい体験をしながら自分だけの無強手帳を作成することができるのです。詳しい使い方につきましては無強パスポートに詳しいガイドがございますので、そちらをご覧ください。それではピノコニーで美しい夢を心ゆくまでお楽しみくださいませ。客室へはあちらのエレベーターをご利用ください。やった、早く行こう。夢の中の世界、ピノコニーは夢を光り輝く大都市に変えたって言うけど、一体どんな感じなんだろう。楽しみ。興味はありませんか。この通路を進めば客室エリアに着くわね。ずいぶん長い通路だな。このホテル少し大きすぎやしないか。やっと着いたわね。みんなとりあえず部屋に荷物を置きましょう。ベルトは私と先に一杯どう。ピノコニーはスラーダが有名なのよ。話してみろ。俺たちは同じことを考えているかもしれない。列車が受け取った
招待状を覚えてる？ああ、ファミリーのゲストをピノコニーに招待いたします。他のゲストと共に盛大な宴にご参加ください。この招待が届いたからこそ俺たちはここに来た。よく覚えてるじゃない。でもその招待状には続きがあったの。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えください。招待状にそんな一文があった記憶はないが、そこに何らかの暗号が含まれているということか。そこが考えさせられる点なのよね。ファミリーから届いた招待状はオルゴールで、ゼンマイを巻くとメロディーと一緒に音声が流れるというものだった。でも私たちの手元に届いた招待状は少しおかしくて、再生される音楽の後ろにいくつかの不協和音が混ざっていたのよ。その雑音をダビングしたら、列車が跳躍する時の重力波の周波数と完全に一致したの。そして列車のエンジンの空間曲率をシークレットキーにしたところ、さっきの一文が得られたってわけ。七死人がよく使う救援要請の手段だな。まだ結論は出せないわ。仮面の愚者のいたずらかもしれないし、手口だけ見ればリドラーや問いかけの魔物にだってできるもの。いつ気づいたんだ？あんたたちがラフの性格を処理しているとき、すぐにパムに知らせたわ。だからさっき自分から彼の相手をしたのか。あのカンパニーの使者も時計屋という名前を口にしていた。おそらく同じような暗号を含んだ招待状を受け取り、同じように解読したんだろう。もう一つ気になっていることがある。招待状に言及したとき、あのファミリーの意思決定者はピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的管理者として問題ごとを解決する義務があると言った。今考えてみると、あの言葉には限界の意味が含まれていたような気がする。それに彼の横にいたロビンという女性、歌のことはわからないが、彼女の声は少し変だった。ステージで歌を披露する歌手があんな声をしているものなのか。あんたはファミリーが招待状の差出人ではない上に、何か隠し事をしているんじゃないかって疑ってるのね。ありえない話じゃない。ファミリーが他の派閥を招待すること自体普通ではないからな。姫子の発見は第三者が関与していることを示唆している。列車での発言を撤回しよう。この宴は厄介だぞ。ところでどうして子供たちに伝えないんだ？これがピノコニーやファミリーの内部の問題なら、私たちが軽率に介入すべきじゃないもの。だが姫子の言うように、この件は開拓と関係しているかもしれない。ええ、そう言ったわね。だから出発する前に美月ちゃんと炭鉱には話したの。なるほど、知らなかったのは俺だけか。あんたは道中ずっと寝てたから伝える機会がなかったの？一体どの勢力が招待状を送ってきたのか、多くの派閥をピノコニーに集める目的は何なのか、ファミリーはなぜ黙っているのか、今回の旅は謎だらけね。もう少し事実が明らかになるまでむやみに行動することは避けた方がいいわ。当面はパムに頼まれたことに集中して情報を集めながら素敵な休暇を楽しみましょう。ピノコニーは宇宙でも有名なリゾート地、ほとんどの人は一生来られないようなところだから、部屋に戻って休んで、準備ができたら無境に入りましょう。部屋に戻らないと。夢の中に入る前に
もう少しみんなと話しておこうかな。なんで私の部屋のドアが開いてるんだろう。あれ、あの人ってまた会うなんて本当に奇遇だね。そう身構えないで、僕は幸せな空気に浸りに来ただけだから。ここ今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよ、マイフレンド。いや、僕は自分の部屋を君に譲っただけだよ。ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちがホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う？ここに泊まれるのはどういう人たちかよく考えてみるといい。僕が裏で手を回さなければ、ファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで君みたいな招かれざる客に門戸を開くわけがないだろ。だからほら、座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも僕にはその資格がある。違う、賢い人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ？僕の目的は単純明快。カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう、このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい？あるいはそれから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか思ったことはないかい？誰もが恐れ渇望する力が君の手の中にある。性格ちゃん、そうだろう？警告？君は本当に面白いな。考える時間も欲しいだろうから、今すぐ答える必要はないよ。木が熟したらまた僕の方から君に会いに来よう。もちろん君も仲間と相談しようが、逆に僕を利用しようが構わない。何だろうと歓迎する。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。うん、それでいい。ああ、そうだ、出ていく前にゲームをしよう。何、お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。左？それとも右？それじゃあ
答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら、ゲームはもう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい、私の部屋で何をしている？君の部屋？おー、うん、すごいな。ピノコニーに来て間もないのに、もう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていて、よからぬことを考えてる奴も多いから、十分に気をつけた方がいいってね。例えば、ドアを閉め忘れないようにするとか。じゃあ、僕はこれで失礼するよ、お嬢ちゃん。楽しい時間を過ごせますように。どうして出て行こうとしない？ここは私の部屋だ。からかっただけだ。気にしなくていい。ここは間違いなくあなたの部屋。さっきあの男が廊下でコソコソしていてな。自分の部屋に戻るようには見えなかったから、少し警戒していたんだ。その後、あなたが同じ部屋に入っていくのを見て、なんとなく理解した。さっきは状況が状況だったから、他の言い訳も思いつかなくて、勝手なことをしてしまったが、どうか気を悪くしないでほしい。とにかく、あなたが無事でよかった。私も自分の部屋に戻るとしよう。だが、出て行く前に、もう一つ質問してもいいか。少し奇妙というか、失礼だと思うかもしれないが、私たちはどこかで会ったことがあるか。ああ、そうだ。夢だ。ここに来る途中夢を見た。その夢の中であなたの姿を見たような気がする。何かが頭をよぎって。それがあなたの名前だな。こうして会えて嬉しい。忘れたのか？あの男が去り際に言っていただろう。いくら記憶力が悪いとはいえ、数分前のことを忘れるほどじゃない。巡回レンジャー、ヨミ。周りからはそう呼ばれている。あなたもそう呼んでくれて構わない。私たちはきっとまた会うことになるだろう。最後に少し忠告を。決死の覚悟と信念を抱きながらも、それを正しいことに使おうとしない連中がいる。あの男の顔には私のよく知る表情が浮かんでいた。刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてギャンブラーは負けて全てを失う前に必ず背水の陣を敷き、オールインに打って出る。こういうことは選択する前に知っておくべきだからな。じゃあ私はこれで失礼する。ヨミは帰って行ったけど、おかしい。さっきからずっと変な感じがする。まあいいや、いろいろあったけどこれでようやく眠れる。え？ああ、そのすまないが、ロビーへの戻り方を教えてくれないか。この辺りの廊下は本当によく似ていて。
やっと終わった。親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。リラックスして体の起伏を感じてください。呼吸に集中して楽園を想像して、夢の地を想像してください。レイシオ、どうしたんだい？そんなしけた顔して。あれ、君のかっこいい石膏刀は？4分16秒の遅刻だぞ。その時間でアキビリの死の謎を解明したならいいが、そうでないならナナシビトと問題を起こすべきではないと忠告しておこう。問題？君までそんな風に言うのかい？僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして。やかましい奴に友人などできるものか。ここで豆知識を教えてやろう。アティニークジャクは宇宙でも1、2を争うほど耳障りな鳴き声を上げる鳥だ。そして君の身なりは派手なクジャクによく似ている。そのクジャクの羽も誰かに綺麗にむしり取られたようだが、荷物はファミリーに没収されたのか？ああ、あの灰色のスーツを着たやつに全部取り上げられちゃってね。祝い金も奇跡を入れてたケースも。おや？どこに行くんだい？帰るに決まっているだろう。バカのせいで全て台無しになったとカンパニーに報告する。たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。なくなったから何だって言うんだ。あの砂金石がなければ、君はカンパニーから死刑宣告を受けたツガンニアの奴隷でしかない。それとも君の首にある商品コードも琥珀の王から賜ったものなのか？へえ、いいね、面白い。どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。それが僕の仕事だからな。そうでなければどうやって一人のギャンブラーがカンパニーの代わりにピノコニーを取り戻すんだ？安心して教授、方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ断るごとに対立している。もしかするとピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい、あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど、彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。まあどうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。要点を言え。方法とは何だ？今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。憎たらしいギャンブラーめ。協力の前提は互いの信頼だというのに。ツガンニア人の幼児教育にはそんなことも含まれていないのか？なら君は僕を信用するかい？それは君の態度次第だ。つまり君も僕を信用していない。
それなら構わないだろう。あと僕は教育を受けたことも両親からそんな教えを受けたこともない。僕に何か教える前にいなくなっちゃったからね。すまない、悪気はなかったんだが。気にしなくていいよ。でも両親は僕に友人こそがエビキン人の武器だと教えてくれた。調和が虎視眈々と狙っている状況じゃ僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデン・オブ・リコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイト・ギャングは望み薄かな。準備の騎士団は招待に応じるかどうかわからない。パブの連中は、そういえばさっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君ちょっと彼女の素性を探ってみてくれない。あれ、いない。そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ、どうやら自分でやるしかないみたいだ。ここが夢の地。なんか不気味な雰囲気、それにさっき変な音がしたような。これはメモ？おーい、僕が見えますか？こっちです。こっちに来てください。聞き覚えのある声がした気がする。額縁の中？ですね、よかった。気づいてもらえないかと思いました。思考の回廊へようこそ。ここは黄金の時につながる通路だと思ってください。ちなみに僕はここの案内役です。え、僕を覚えていてくれたんですか？嬉しいな。ここは一時的な中継ステーションなので少し簡素に見えるかもしれませんね。無境内のホテルレバリーは今修繕工事中なんです。滞在中に不便をかけてしまってすみません。でも黄金の時に行けばきっとあらゆる悩みがきれいさっぱり吹き飛びますから。無境内のホテルレバリーのことですか？ごめんなさい、詳しいことは僕にもわからなくて。もう無境パスポートで読んだかもしれませんが改めて紹介しますね。黄金の時はピノコニーの十二無境の一つで、対応する時間は真夜中。そこでは夢の中の時間が永遠に0時前の瞬間にとどまっていて、明日が訪れることはありません。ああ、別に夢の中の時間が停止しているわけではありませんからね。お客様の心身に負担をかけないよう、無境内の時間の尺度は現実世界と同じに設定されてますので、ご心配なく。メモ？お部屋の中で拾ったんですか？ああ、もしかして前の宿泊客が残していったゴミでしょうか。僕の不注意です。掃除が行き届いてなくてご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。向こうの門を通り抜けるだけで黄金の時にたどり着けますよ。バス。このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるんだ。楽しみだな。うん。
ねえ、大丈夫？ここは無境だから。こちらの客人は現実から無境への変化に慣れていないようですね。ですが心配はいりません。そうした無重力感は初めて無境に入った旅行者によくあることですから。ロビン、私たちの友人がこの美しい夢に順応できるよう手伝ってあげてください。任せて。したわ。ようこそピノコニーへ。あなたの精神状態を少しだけ調整して快適に感じるようにしたの。ご心配なく。彼女はあなたが無境の中で自分の体を自由に動かせるよう調和の共鳴を利用してあなたを調律しただけですから。ピノコニーの夢の本質は奥質が構成する世界、その性質を掌握しなければその中で自由に行動することもできません。例えば泳ぎを覚えたばかりの人は浮力に適応できずに水に沈んでしまいますが、体が水の流れに慣れれば自然と水面に浮かぶことができるでしょ。お褒めの言葉ありがとうございます。ですが奥質に対する私たちの理解は表面的なものに過ぎません。ガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーを除いて普通の人間が奥質を思い通りに操ることは難しいのですが、ご安心ください。調和の調律の下では基本的に現実の物理法則に基づいて夢の世界の仕組みを理解することができますので。あ、これは失礼。また職業病が出てしまいました。私はこの人に教えたがる癖を改めることができないのです。気にしないで、兄様はいつもこうだから。私たちはお先に失礼するけれど、あなたはファミリーが作った美しい夢の楽園を楽しんでいってちょうだい。じゃあね。Thank you.